ジャッキー・ウーは国際俳優、映画プロデューサー、映画監督、ラジオパーソナリティ、神奈川県横浜市出身、男性、東京都内で会員制の送信、エスティックサロンを経営。横浜中華街で中国系2世の父親と日本人の母親の下で育ち、1990年頃に化粧品や美顔器を販売する訪問販売会社を立ち上げた。 1996年香港で俳優としての活動を開始。芸名はジャッキー・チェント自身の中国製の合体。1998年からフィリピンでの活動を中心に映画プロデューサ研ー修役として映画トータル・アイキンドに出演。2004年に世界60カ国で公開された映画少林・キョンシーに出演。2006年自らが作詞。 作曲を手掛けたシングル CD、架け橋をリリース。2013年カンヌ国際映画祭のある視点部門にプロデュース作品として映画デスマーチがノミネート。2014年自主映画を対象とする映画祭、マンハッタン国際映画祭にて映画カイコが最優秀監督賞を受賞。2016年自主映画を対象とする映画祭、マドリード国際映画祭にて 映画、友達が最優秀外国映画賞、最優秀映画音楽作曲賞を受賞。2016年自主映画を対象とする映画祭、ミラノ FM 国際映画祭にて、映画、20イヤーズで最優秀外国映画主演団優勝を受賞。2017年2月、自主映画を対象とする映画祭、ロンドン国際映画祭にて、映画、友達で最優秀主演団優勝を受賞。 2017年5月、自主映画を対象とする映画祭、ニース国際映画祭にて、映画、春尾で最優秀外国映画主演団優勝を受賞。2020年12月18日、元フジテレビアナウンサーの河野恵子との結婚を発表した。離婚歴があり、一人娘がいる。ありがとうございます。